だってご存知ですか。マサイさん、クマありがとうございます。あのケイトさんから出てるリップモンスターって有名な今話題のあの落ちないリップみたいなリップモンスターを私手に入れまして、ペンキこぼしてみて、あ服がってことで手に入れたんですよ。本当に落ちない、これすごいなって思いました。そうこれ落とすときは落ちるんだけど、水ですごいくない、この色かわいい。鯛めし美味しそう、いいな、食べたい。そうこれは07番ですね、皆さん07番でございます。ラスボスっていうラスボスらしいよこの名前。あ、案件ではないです、案件ではなく、あの私個人のあのプライベートのお買い物なので案件ではありません。ラスボスっていう色らしいので皆さんゲットしてみてください。ラスボスだってそんな焼肉食べ放題、ちょっと星になっちゃってるけど、そうおすすめですので皆さんね、ラスボス07番のマジで落ちないし、マスクにもつかない、ちょっとは多少つくけどそんなめちゃっとはつかない。しずく出ます、この前も出たけど再びしずくです。あ、塗ってお話し会行きます、ぜひ来てください。お腹空いたかも。渚さんの生誕に出れるなんて私は幸せです、嬉しい。なんかこの前のひだやさんの生誕の時にしずく、もうなんかさ楽しくて間違えちゃったいろいろなんか頭からえ、何してるんだろう自分っていう時があった。そう間違えたけど楽しかったです、だから嬉しい、たくさん出れて。でも B 公演出てない、いつから出てないんだろうってレベルで出てないからさ、出たい、そろそろ。間違えなかった初日、しずくの初日は全然間違えなかったの本当に。あ、うん間違えなかった服のシミいけるね、あの髪型好評で嬉しい、あの分けるやつ、レイもちょっとドキドキだったけど、あの割とメイクさんにも可愛いって言ってもらえて、コナパさん炎ありがとうございます。寒いですよね、ね、シミじゃないよ。そうゆいゆいさんを意識しちゃった、ははは。なんなんて怒られた。吉野さん音符ありがとうございます。しずくね、いや本当にミュージカル、ミュージカルはしたつもりなくて、多分ハルピョンさんとエイちゃんのツイッター見た方はわかると思うんですけど、あの本当にミュージカルはしてないんですよ、本当にしてなくて。でもね、つぼみたちの最初の振りが回る振りじゃないですか、あの練習を練習してたんですよ、その時母さんとかと話してる時にちょうど、そしたら笑われて、そうミュージカルはしてないっていう。そうでもあの髪型ね、思ったより好評で嬉しかった。皆さん好きですか、あの髪型。なんかさ、この前のしずくも、あ、鬼好き、好きっすいける、嬉しい、ありがとうございます。じゃあまたしますね、近いうちに、近いうち出てきた瞬間可愛いって言った、本当やった、嬉しい、嬉しい、嬉しい。皆さん何の髪型がしてほしいですか、次のしずく。あのそれになるとは期待しないでもらって何の髪型が好きかな。おでこ出しが好きなんだね、確かにおでこ出し結構評判いいツインテール、ストレート、なるほど、割と分かれてる、高
高めつ、あ、高めついね。あ、あ、外アイカ佐々木さん、ありがとうございます。羊ヘア、ポニーテやっぱいいよね。リオポニーテ好きです。トリプルテールって何初めて聞いた。トリプルテール、巻きツイン、いいね。でも俺してみたいさ、やつあるんだ、してみたいあれがあるのでします。でも参考のほどに参考させていただきますね。おろしかアップ、どっちが好きなんですか皆さん、正直なところ。意味は、あ、サイドポニーね、なるほど。あ、波動も出るんです、1月8日、うん、8日で、6日にサンリオのフェス、サンリオさんのイベントに出演させていただきます。あのさ、アクスタが出たんですよ、あのサンリオさんのイベントに出演するから、推しのキャラクターと一緒にあるアクスタが出たんですよ。嬉しくて、あれがすごく、レミクロミちゃんが大好きだから、クロミちゃんとコラボができたの嬉しい、嬉しい、嬉しいよ。サンリオさんのイベントにまたまたね行けるなんて、そう、波動もあるし、新年早々お会いできる、あのね、イベントがたくさんあるの、皆さん会いに来てください。クロミちゃん好きなんです、クロミちゃん。シナモロールも好きだけど、いや、シナモンも好きだけど、やっぱ大本命はクロミちゃんかな。なんかでも実物はシナモンが好きです。シナモロールが好きだけど、実物はね。でもね、この前皆さんからもたくさんプレゼントをいただき嬉しかったです、この前の公演。一足早いサンタさんが、実物ってどういう、本物の姿なんて言うんでしょう。だからあの8の日でもマイメロちゃんとキティちゃんとシナモロールちゃんが来てくれたじゃないですか。だから、かもうあの時のシナモン可愛くて、本当にでみんなでなってた、うん、可愛い。あ、そう、お話し会もね来てほしい、ぜひ。あのまだクリスマスはね完売出たけど、新年、来年はまだ一つも出てない、どうにか一部ぐらいは完売させたいなって思っているので、皆さん、あのね、あの次のシングルのお話し会の部数を、でもさ、部数をさ、難しいとこだよね。部数を増やしたら完売が減る、どっちがいいんだろう。完売できなくなってしまう可能性もあるわけじゃん、わけですよ。でもやっぱ部数が増えたら嬉しいわけじゃん。でもさ、完売出るのも嬉しいじゃん。どっちがいいんだろうね。もうこれはもうね、人気を上げるしかないどうなの、難しい。首が白くなってるけど、首、そう、部数得た方がいい。いや、完売もいいんです。どこの日のどこの部が、待って、今ね携帯で配信してるからね見えないの。どこだったっけな。でもね、やっぱあの、あー、でも15日の再販ってもう終わったんだっけ。15日が良かった気がする。15日の何部だったっけな。良くないわやっぱり。でも20何歩かに征服します。終わったよね。20何日か忘れたけど征服きますので。でもそこね、あんまりだった気がする。でもね、来年はね、あんまりなんですよ。あんまりで、あんまりで、何日だったか忘れちゃったけど、22かな、21かな、21だったかな、 23? どっちだったっけ。小次郎さん、雪の結晶ありがとうございます。
あ、21か、21がなんちゃってしますので、21来てください。でもね、完売増やしたいな、レミはすごく。やっぱさ、部数が減っちゃったからこそ完売増やさなきゃね、なかなか上にはいけれないので、そうだから完売したいですって言っときます、ここで大声で。そう、なかなか難しいのは分かってるんですけど、すごく分かっててね。21って何部だっけ、 7,8？ そんな遅くなかった気がするな。うん、ダメだ、携帯で配信するのよくないよね、これ事故るのは絶対危ない。なんかさ、低くないか、怖いなね。すごいよね、橋本恵理子ちゃん全完売してるっていうのを見て、ツイッターですごいと思って、レイと同じ部数すごいと思って、すごいなって思ってた。だからね、それ今頑張らなくちゃっていう刺激をいただきましたね。そうだから、どうやったら完売って出るんだ、本当に難しいんだよね。お話し会がレミ一番難しいなって思ってて、どんなあれよりも、どんなあれよりっていうか、一番すごい難しい、同い年なんですよ一応、だからすごいなって、余計すごいなって思う。あ、ファンミ楽しそう、ファンミ17期難しいよね、お話し会ってすっごい難しいの。そう、どうやってさ新規の方にも来ていただけるかっていうのが一番大切だよね。あー、レポも必要なのね。それのレミの中の永遠の課題なんだよね、お話し会。お話し会来てほしい、一度は来てほしい、本当に。そう、難しいな。でも全然増えた方なんですよ、前に比べたら。来てくれるファンの方も多くなったし、それはすごいありがたいことだなって思うけどね。難しい。あ、お話し会苦手な人もいるのか。何きっかけ、公演とかも多いし、毛利さん見ました、テレ東見ましたとかが多い。だからそういうさ、露出がないと来てくれないのかなって思ったりもしてるけど、どうなんだろう。そう、公演とか、公演見て気になりましたとか、毛利さん見て、テレ東見て気になりましたっていうね、いう新規の方が多いですね。お握手会だったらさ、なんか別レーンに並んでる方もやっぱ見えるわけじゃん。お話し会の方がね、こっちとしては残酷な気持ちにはなるかもしれない。あ、暇だなってなるかもしれない。どうなんだろう、ほら、きっかけはね、なかなか難しい。どうなんだろうな、握手会ね、そろそろしたいけど。でも残酷な気持ちになる。そうそうそう、他のメンバーはすごい並んでるのに自分のとこはいないなっていう残酷な気持ちになるんですよ。でもお話し会も実際そうで、隣のメンバーはすごい話してるけど、自分ずっと話してるけど自分のとこ来てないなっていう気持ちにもなるけど、
リアルなんだよね。すっごい滑走路、そう難しい。あ、ミラーボールありがとうございます。ジュンさんハートありがとうございます。美しいんですよ。暇とか、暇の時とか、暇っていうかまあありますもちろん。完売した時は本当にすごくて、もう時間いっぱい、時間を超えることもあってすごい、はあ、楽しいって。もちろん完売しないと もちろん楽しいけど、すごいなんだろう、充実してるなって感じがある。完売してる時の部数をこの前経験したら、おーってなった、あ、こういうことなんだっていうのをすごい学んでからこその、そうよりね、そう話し会はね、うん、そうオンラインでも時間超えることあるんですよ。全然高校生っていうのもある、来にくいのかな、高校生って、高校生とお話しするの。SNS で、なんか SNS でさ、こういうの言ったらどうなんだろうね。リミってあんまそういうのしないけど、だからすごい全部完売してる方って本当にすごいなって思いました。本当にそう、なんか気にせずに来てほしい、気軽に一度でもいいので。一度でいいのって言われたらそうではないけど、でも来てたことない方は一度でもいいので一回来てほしいなって思いますね。そう美しいんですよ。でもそれがね、待って、これさ、でも怖いな、テロップかけるのか、レポって大事なのかな。あ、待って、こんばんは、あ、すごい、テロップだ、かけた、久しぶりに、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、お話し会待ってますの方がいい。待ってます。で、ただ今日はスマホだからね、できるの。これが iPad だったらできないんですよ。クリスティアーノさん、ケーキありがとうございます。ダーユーさん、だるまありがとうございます。すごい、絵文字入れられるんです、スマホです。今日はスマホでしています。なので今何時ですか。時計がないんです、相変わらず。見て、そうだ、忘れてたね、あ、やばい、人差し指が取れちゃったんだけど、期間限定ネイルです。ジェルネイルをママにしてもらいました。見えるかな、あ、美容系 YouTube、可愛くない、ここにキラキラ。でもね、久しぶり撮れた、ママに、これはママとお揃いのデザインです。で、人差し指が今日撮れちゃって、これ撮れやすいようにね、まだね学校があるからダメだから、あの、そうちょっと撮れやすいようにしてもらったんだけど、可愛くない、おろしいっしょ。そうだから一緒、爪見てる、可愛い、この淡いね色というか、人差し指は見ないでもらって。
すごいでしょ、キラキラなんです、先が。あ、冬休みになったらネイルしたい、ジェルネイルだけど、あのお正月にならないとできないかもしれないけど、なかなか。手相見えた、私の手相どうですか。占いとかしたいんですけどね、なかなか難しくて、ここはネイルダメなので、だからこうなったら外します。明日は私ラジオ、あ、皆さん朗報でございます。朗報なんです、こちら朗報となっておりますので、よーく聞いておいてください。今時ハイスクール始まってからもうね、今年始まり終わろうとしてますけど、今年の12月31日でしたっけ、3時からなんと3時30分まで今時ハイスクール年末スペシャルをします。30分だよ、30分、すごくない？15分番組が30分だよ、すごくないですかこれ。あ、15時ですね、15時から15時半特番です、すごくない？しかも なんと見てくださった方限定でプレゼントがあるんですよ、すごくない？プレゼントまで、プレゼントは当たるのかな、ちょっとリミちょっと詳細よく分かってないんですけど、特別プレゼントがあるんですよ、ここでしかゲットできないっていうか、マジでレアだと思うこのプレゼントは。手帳に書きました、ありがとうございます。見た人全員なのかな、分かんない、当たる当選型かもしれない。本当にサインとかじゃないの、本当にすごいプレゼントなので、ね、こういうことが本当にできるんだっていうね。いやごめん、レミ観点からするとすごいなと思ったけど、皆さんからするとどうなんだろうって感じだけど、なんかレアだと思う、すごい。レミに関するっていうか、なんだろうな、難しいけど、詳しくは言えないけど、でもプレゼントがあるんですよ、サインよりすごい、なんだろう、もう難しい、わかんない、ハードルを上げすぎない方がいいんだけど、あ、レミに関係するものです、もちろん。え、でもすごいなと思ったよ、レミは。うん、すごいと思うよ、はぁってなった。だって、いや、すごいと思う。なので皆さん聞いてほしい、これは本当に見てる方しかわからないプレゼントなので、ぜひ。もうね、収録はしたんですよ、実は、ディトゥアしてて、そう、本当にね、そう、サインではないんですけど、すごいなと思う。どこで発表されるの、もう発表されてる、もしかしてプレゼント内容わかんないけど、ディトゥアだから176センチさん、あとありがとう、サインコサインタンジェントでしょ。そう、数学ね、数学で点数良かったです、ふふふって感じですけど。そう、すごかったので、ぜひ皆さん聞いてください。12月31日15時から15時半となっていますので、いや本当にすごいプレゼント、すごいよ、すごい、聞いてね。ドンさん、ハートありがとうございます。いや、すごいと思う。元気じゃない、目が怖いとか言っちゃったけど、聞いてほしい、ぜひね。8時？7時？いやでもすごいんじゃない。え、でも
な、遅く、わかんない、もう、いやでも、え、なかなかないんじゃないかなと思った、レインはね、なかなか、レインもそういうのをしたことないからすごいと思った。うん、あ、こういうこともできるんだってなったよね。そう、レインもしたことがない、初めてするかな、そうだね、うんうん、いやでもごめん、これでえこんなんかよってなったらごめん、だからそこはね期待しないで、そんなに、そうなので皆さんぜひ聞いてくださいやばい、上がってきた、すいません、これでごめんね、なんかでもリミ的にはすごいと思う、自分的にはね、だからよろしくお願いしますって感じで、これはねまあ聞いてくださった方にしかわかんないんですけど、はいわかんないよ、みんなからしたらしょぼいかもしれないけど、レミからしたらすごいと思った、はい、そんな感じですね。え、ね、どうなんだろう、ちょっとレミもね詳細よく分かってない、申し訳ないことに、なので皆さんね、お話し会も来てほしいし、年末特番決まったよっていうあれですし、まあ23日雫公演出るよっていうね、土曜日の配信です。じゃあ10分ぐらいになったら教えてください19時10分になったら教えてほしいです。そうね、渚さんの生誕祭、あと7分、あと8分？どっちだ？そう。いつぶり？本当に配信。先週か。先週の日曜日にしたのか。インスタライブをした。めっちゃ緊張したんだけど、インスタライブ。見てないな。完売しますかね。完売してほしいですけど。インライってなんかさ、ショールームってさ、ショールームの視聴者数が出るじゃん、それはどんどん換算されてリアルタイムに何人見てるか分かんないけど、でもインスタライブってリアルタイムで見てる人数が分かるからこそ、あ、こんなに見てるんだっていう緊張感があるんですよね。だってスマホってめっちゃ使うわけじゃん、でもスマホでインスタライブを見てたらそれにしか画面がないわけじゃん、だからもうそれに一点集中するしかないじゃん、だから先週のねインスタライブを見てくださった方200人超えはしてたんですよ、ありがたいことに、ね、もう100、まあ、言って150人ぐらいかなっていう思ってたけど、まさか200人も超えるなんて思ってなくて、そう200人もの方がけあのもう、ね、日常に欠かせない携帯の画面がレミでいっぱいになって、その一点しか見てないってことに緊張しますねわかります、そう、まあ、減っていく時もわかる、そう、すごいくないですか、だってちょっとびっくりしちゃった、だから緊張しました、ショールームでも緊張してる、確かに、そう、リアル、リアルなんですよ、そう、レミにその時間をね
捧げてくれ去ってる人たちが見てるわけじゃん。すごいんだよそれって。まあどんどんね減っていったら怖いけど、それもそれで。あ、パソコンでいいのよ。でも嬉しい。でもそのさ、使ってるもので意味を見てるって嬉しい。ショールームは なんだろう、実家みたいな感じじゃん。実家みたいな感じなんですよ。まあそうだけど、実家みたいな安心感があって、本当にそうだけどさ、インスタライブって、インスタライブって、まあ、もちろんショールームもだけど、フォローしてない方も見れるわけじゃん、気軽にね。インスタって、まあ、JK とかがよく使ういいアプリだと思うんですけどね。だってあのすごいすっごい分かんないよ、誰が見てるかなんて分かんないけど、そうインスタライブアーカイブ残して、イエーアーカイブの残し方分からん、緊張なんですよ。数字はね物語るって感じ。あ、え、お、い、あ、ん、待って、タワー来てる。あ、紫さんありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。紫さんありがとう、イエーイ、タワー来てた、ありがとうございます、嬉しいです。この場にはホワイトボードというもの、ペンはあるんだけどね、ホワイトボードどこだっけ、ないので書けませんが、本当にありがとうございましたわ、ありがたわ、イエーイ、ありがたわ、たわ、嬉しいです、ありがとうございます、感謝感激やめられ、ありがとうございます。まあいろいろと熱く語りましたが、語ったのかこれはふふふって感じなんですけど、雨あられ今日はとっても寒い。ツイッターも投稿したので見てください。そうなんかコメント見てさ気づいたんだけどさ、そう寒いねっていう文章なのにさ、写真がさすっごい寒そうなあれ衣装でちょっと笑ったよね、笑ったよね、結構結構笑ったね、超寒そうな服着あれちゃんっていう。今日寒い、寒そう感ねゼロだったね、寒そうな衣装。でもあれはね、まあ寒くないね、寒いだって、あ踊ってるからね、そんな寒く、寒いは感じないけど、そうででででででで、僕たちまた長い夢を見られるね。そうめっちゃ出てた、ノースリープですね。時間何分ですか、ちなみに。あと1分、ありがとうございます。レミね、寒いの意外に好きだなっていう、今年の冬を迎えて思ったんですよ。あーありがとうございます。そう寒いの、ここなんだろう、寒いのって割と好きだな、暑いのは嫌いだけど割と冬好きだなって思った、今年の冬でね、鳥取明日雪らしいですよ、ここいじんじゃうので気をつけてください。冬の寒い感じなんか好きだなって思いました。寒いの好き、そう焦げないのもあるしね、なんか冬ってキラキラしてる、クリスマスもあるし、なんだろう、イルミネーション好きです。そう、あ、10分ありがとうございます。ではランキングを読みたいと思います。13位、
ハイフン176センチさん、ありがとうございます。10人間近なバナナアットマークレミグミさん、ありがとうございます。ジチークリスティアーノ台湾レミ大好きさん、ありがとうございます。10位ショートさん、ありがとうございます。9位ドンレミグミ読めないけどさん、ありがとうございます。8位よしのりさん、ありがとうございます。7位キルスさん、ありがとうございます。6位おーちゃんレミグミさん、ありがとうございます。5位ごめん先生さん、ありがとうございます。4位どや星忍者さん、ありがとうございます。3位マスヨシアットマークレミグミさん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。そして1位紫アットマーク紫レミグミとかだよねみたおんさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとう。ではラキレミ、あ、あって違う、間違えた、どこだ。34位ポムポムオセロさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いては70位テルオさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト99位ユウさん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。人差し指を見たら普通の人ですけど、ここを見たら浅はかです。スクショ、ありがとうございます。そしてですね、生セルフプロデュース生写真が今日の朝の10時から発売されていますので、ぜひ皆さんチェックしてください。私が抱えてるうさちゃんはね、さとみという名前なので、どうかよろしくお願いします。さとみは私が小さい頃から大好きなうさちゃんでしてそう、なんかさとみってつけてたらしいよ、私さとみなんです。あの子その前ある、一応ねちっちゃい頃めっちゃあのうさぎ好きで一緒でしたさとみです。どうかよろしくお願いします。では皆さん今日もたくさん来てくださってありがとうございました。明日も時間に余裕があればしたいと思いますので、ぜひまたその時はお知らせします。またね、ありがとうございました。素敵な土曜日をお過ごしください。またね、バイバイ、ありがとうございました。あー、間違えた、ありがとうございました。